1859年からの北西国境測量調査隊の隊員の写真。ライアルは前列左端、デイビッドライアルはイギリスの博物学者、医師である。ジェームズ・クラーク・ロスの南極探検などに参加した。スコットランド、アバディーン・シャーの村オーシャンブリーで生まれた。アバディーン大学で医学を学び、エディンバラの王立外科医師会でが外科医の資格を得た。1839年に、 イギリス海軍に入隊し戦意となった。その直後に、ジェームズ・クラークロスの率いる南極探検の2隻の船の内クロージャーが船長を務める、テラー号の戦意助手に任じられ、南極探検に参加した。この航海には、植物学者のジョセフ・ラルトン・フッカーも参加し、二人は親友となった。この航海で1500以上の標本を集め、その中には、 ケルゲレン諸島の藻類や植物の標本が含まれた。その後も地中海やニュージーランドに航海した後、1852年には北極で行方不明となった探検家のジョン・フランクリンを探索するグリーンランドへの航海にエドワード・ベルチャーの助手として参加した。バルト海やカナダ・アメリカ合衆国国境を策定する北西国境測量調査にも参加し、 ロッキー山脈も旅した。フッカーによって、ナデシコ科の植物の俗名、ライアリアに命名された。ライアルは、植物の学名で命名者を示す場合に、デイビッド・ライアルを示すのに使われる。ありがとうございます。